春アニメの海外ランキングをしてます。ということで今回は世界で評価された2023年春アニメランキングトップ10、今期春アニメが始まって9週目の世界評価ランキングということで、いつも通りランキングの方を見ていきながら注目作品について話していきたいと思います。今回のランキングの印象としてはランキングの変動がかなりありました。今回はあの作品が1位になったり、続編から新作まで上位に食い込んでくる作品も多くて、かなり見応えのあるランキングになっているんで、ぜひ最後まで見て参考にしてみてください。この動画が良ければチャンネル登録高評価お願いします。それでは本編です。第10位、山田くんとレベル999のコースル。第9位、彼女が公爵邸に行った理由。第8位、久保さんはもう許さない。山田くんとレベル999のコースル。10位に2ランクダウンということで、海外ではラブコメ人気が高いということもあって、山田くんはランキングの上下は結構あるんですけど、序盤からトップ10は安定でキープするのはすごいですね。この作品もここ最近の話数の盛り上がりが半端なくてかなり面白いです。個人的に山田くんは原作読んでる作品なんで、アニメの方もかなりクオリティが高くて毎週楽しませてもらっています。この作品のストーリーは、彼氏がネトゲー女性と知り合って浮気して、そのまま振られてしまった女子大生のヒロインがネトゲーで運命的な出会いをするというところから始まる。予期せぬ姿勢に落ち込む女子大生とゲーマー男子高校生との難攻不落の婚約、ネットゲーラブコメストーリーになります。ネットワークゲームとリアルの世界を並行していきながら徐々にレベルアップしていく2人の関係性が見ていて面白いものになっています。最新話ではようやく2人の恋愛模様が動き出して、展開としても来週がめちゃくちゃ気になりますし、メインキャラクターの会話劇もすごく楽しめるんで、終盤に入ってからはすごく盛り上がっていてかなり好印象です。作品の系統としては少女漫画テイストのラブコメなんですけど、ゲーム好きの方や男性でも違和感なく楽しめるんで、ラブコメ好きの方にはおすすめです。彼女が公爵邸に行った理由、2ランクダウンということで、今作も中盤からトップ10を安定でキープしていて素晴らしいですね。この作品は韓国の小説を原作とするウェブトゥーン作品で、ストーリーは目が覚めると小説の中の脇役に転生してしまった主人公が、死の運命を回避するために小説の知識を生かしていきながら奮闘していく転生ラブストーリー作品になります。展開としては昨今の悪役令嬢モードと似たような作品といえば分かりやすいかなと思います。キャラクターデザインもすごく良くて、アニメーションとしてとても見やすいんで、それが今週だったのと、ストーリー自体もこの手のジャンルは物語に入り込みやすいんで見ていて飽きなかったです。主人公レリアナは頭の回転が速く、物事を冷静に分析するのは得意で、婚約破棄して死の運命から逃れるため、婚約者ブルックスよりも強い権力を持つノアに取引を持ちかけ、期間限定の婚約者になります。その二人は徐々に惹かれ合っていくというよくある流れなんですけど、今作は単なる転生もではなく、恋愛ありミステリーありの深いストーリーと、思わず応援したくなる個性的なキャラクターたちが魅力的でした。終盤の展開に関してもかなり楽しめるものとなっているんで、海外ランキングの方もトップ10に入るのはうなずけますね。今作は個人的にも好きな作品なんで、今後もランキングにも期待です。久保さんはもう許さない。8位に2ランクダウンということで、久保さんは冬クールの海外ランキングのトップ10にも入っていましたし、放送延期にはなりましたけど、放送再開から春クールの海外ランキングで返り咲いたのはすごいですね。今作は存在感が薄すぎて、いつも存在を認識されない主人公の白石くんと、その存在感ゼロの白石くんにちょっかいを出す同じクラスの久保さん、ヒロイン女子×モブ男子が織りなす思春期スイートコメディ、そういった作品になります。ジャンルとしてはからかい上手の高木さんや先輩が在後輩の話みたいに、主人公と可愛いキャラクターの掛け合いが魅力の作品という感じで、久保さんの発言や行動にインパクトがあるというのが今作の特徴でありながら魅力になっています。そしてこちらの作品のアニメーション制作会社が過激少女や Do It Yourself を手掛けたパインジャムということで、原作のある作品からオリジナルの作品までかなりクオリティの高いアニメーションを作る制作会社なんで、今回の久保さんもやっぱりクオリティが高くて大満足でした。久保さんの表情を映し出すそういったカットが作中では多く描かれるんですけど、それは全ての表情の作り込みが丁寧で、様々な表情をする久保さんがめちゃくちゃ魅力的に映ります。基本的には久保さんが白石くんに何か仕掛けるみたいな構図で物語が展開されるんですけど、それだけじゃなくて久保さんが白石くんに思いを捨てる、そういった描写が時折入ることによって、いつも久保さんが白石くんを手玉に取っていると思いきや、実は久保さんも白石くんに振り回されることもあるというね。こういった久保さんの感情描写もすごく良くて、ラブコメ作品としてめちゃくちゃ魅力的に映ります。今作は日常ラブコメなんで、かなり平坦なストーリーが続くように見えて、細かい動きを見ていくと日常作品としてだけじゃなくしっかりとラブコメをしてるんで、ラブコメ好きの方にはおすすめです。第7位、スキップとローファー。第6位、僕の心のヤバいやつ。第5位、君は放課後インソムニア。スキップとローファー7位に3ランクダウンということで、スキップとローファー安定の人気ですね。今作は石川県の片田舎から上京してくる変わった女の子が、失敗をしながらもその素直な性格と天然ぷりで周囲を変えていくスクールライフコメディです。今作は青春要素満載で見ていて爽快感があります。主人公がクラスメイトと親交を深めたり、メインキャラクターが成長する姿まで今作の等身大の青春が感じられてすごくいいんですよね。アニメーションとしての絵作りもすごく好印象ですし、非常に原作に忠実な作り込みなんで、これは原作ファンの方も十分に楽しめてるのかなと思います。学園青春ものやキャラクターに感情移入できるストーリーが好きな方はかなりおすすめですし、このクオリティならワンクール安定で楽しめるんで、終盤もかなり楽しませてもらっています。僕の心のヤバいやつ6位に1ランクダウンということで、僕やばここ最近の明日の面白さが半端ないんで、まだ見てない方にはぜひとも見通し、そんなラブコメ作品です。最新話もめちゃくちゃ面白かったですね。今作は12秒全開の陰キャ男子中学生市川と学園カースト上位の美人ヒロイン山田、住む世界が違う異なる2人の関係性の変化を描いていくラブコメ作品になります。今作の魅力はガチの中二病男子と土天然美少女の一心一体の恋愛模様に共感したりキュンキュンしてしまう作品なんで、それがラブコメ好きの方にはおすすめの作品です。今作自体の流れとして、少し普通じゃない中学生活を送っている中二病の市川はヒロインの山田に毎日夢中になっていて思い苦しんでるんですけど、山田の行動が面白すぎて可愛らしかった
だし、そんな山田に振り回される市川もめちゃくちゃ魅力的に映ります。唐突にこの山田がどこでも意外な姿で動揺しては予想外は続発していくんですけど、ヤバい人しかないこの先の世界観とキャラクターの優しい思いをにじませて歯がゆくも飽き込むニュアンス、この雰囲気感がたまらなくいいんですよね。そういった感じでこの作品は2人は交流を通してそれぞれ自分の思いや感情を変化させていく、その心の変化の過程の見せ方が抜群にうまいというところで、ボケ場は数を積み重ねるごとに面白さのボルテージがどんどん上がっているんで、中盤から山田が市川に対して思いをする、そんな描写が描かれ始めてからこの作品の魅力が爆発しています。ボケ場は今後もかなり楽しめるし、今期のラブコメの中でもかなり人気の作品なんで、今後もランキングも期待です。君は放課後インソムニア5位にランクインということで、この作品の安定感は本当にすごいですね。序盤のランキングでもトップ10に入っていましたけど、後半から一気にランキング上がりましたね。これは今期の中でもあまり話題にはなっていない印象ですが、かなり面白いんで青春作品が好きな方はおすすめです。この作品は今期の中でも作中の雰囲気感がズバ抜けてよくて、最新の内容も最高でした。この作品のストーリーは不眠症に悩む高校生の男女が出会い、秘密の場所を共有することになるところから始まる青春恋愛作品なんです。不眠に悩む高校生が知り合い、夜の散歩を楽しんだり、天文部で星の写真を撮ってみたいと眠られさみさをつなぐ少年少女の出会いはボーイミーツガールとしてすごく魅力的に映りますし、この夜の雰囲気感から物語まで序盤からすごく楽しめたので、かなり好印象でした。最新話でも2人を中心に物語が展開されて、今後この2人が結ばれるのかという恋愛展開にも期待ですし、いろんなシチュエーションで関係性を築いていくというのも見てて楽しいんで、この作品はもっといろんな人に評価されるべきその作品かなと思います。第4位推しの子、第3位機動戦士ガンダム水星の魔女第2クール、第2位ジョーカラク。推しの子4位にランクインということで、放送再開から一気に上位に食い込みました。推しの子は春アニメのラインナップからも放送前から相当期待されていた新作で、今期の作品の中でもトップクラスで話題になっているその作品ですし、海外評価も今期の中でもズバ抜けて人気で素晴らしいですね。この作品はお仕事ものサスペンス恋愛もの様々なジャンル要素を内包した作品で、こちらは原作読んでる作品の中でも個人的に一番ポテンシャルあるんじゃないかなと思えるくらい期待してる作品です。推しの子は芸能界の華やかな部分やシビアな部分、双方をリアルに、そして膨大な強度を焼かれるのが魅力で、この斬新な設定と先は読めない展開がたまらなく面白かったです。前は引きがすごく良かったりだとか、幼少者で描かれる芸能界のシビアな要素やラバーシャド面白さは満載で、これがとても魅力的でした。原作感からの視点でも原作の内容をアニメに落とし込むの上手いですし、ストーリー展開もシリアスとギャグのバランスがすごく良くて見ていて飽きない印象があります。あとはオープニングとエンディングがめちゃくちゃ話題になっていますね。いろんな意味で原作の方も売れていて各方面で話題になっている作品ということで、今後どこまで伸びるのかすごく楽しみにしてます。機動戦士ガンダム水星の魔女第2クール3位にワンランクダウンということで、水星の魔女ランキング対象の話数がとあるキャラクターがとんでもないことになった、そんな展開だったんで1位確定かなと思っていたんですが、3位は意外でしたね。ネタバレになるんで言いませんが、最新話はもうヤバすぎて最高でした。もう終盤ですが、これ2クールで終わるんでしょうか。いや早く続きが見たいですね。こちらはガンダム作品初の女性主人公ということで、ワンクール目から多くの注目を浴び、そこから怒涛の展開で多くの視聴者から支持を集めた人気作です。第1クールの終盤では衝撃展開の連続で、終盤の気に関してもめちゃくちゃ続きが気になる展開だったんで、2クール目どうなるのか期待してたんですけど、2クール目も相変わらず展開がヤバくて前は目が離されない、そんな状態となっています。水星の魔女が描かれる作品のテーマに親子の関係性というものがあって、メインキャラクターとその親との関係性だったりとか、ガンダムシリーズで繰り返し描かれているモチーフの別れ合おうとする者たちが戦争で引き裂かれるみたいな展開は2クール目では多く描かれていて、その要素が面白すぎて前は楽しませてもらっています。水星の魔女どういった形で終わるのかすごく楽しみですし、今後スレッタとミオリナはどういった終わりを迎えるのかかなり気になっています。ジョーカラク2位にランクインということで、放送再開から一気にランキング上がりましたね。ジョーカラク、この作品は作風が海外系の雰囲気感ですし、こういったダークファンタジーは海外層も発するんで、ジオクラクが放送開始されてから一気に人気になりましたね。今作は最強の忍びが極楽城と呼ばれる島で不老不死の戦略を探すダークファンタジーになります。ジオクラクは世界観や舞台設定がまさに海外受けするようなジャンルですし、これは上位に安定でランクインしているのも頷けます。ジオクラクで魅力的に感じる要素はアニメーションで、ジオクラクは刀を使った異形とのバトルやアクションも多いんで、アニメーション制作会社マッパの戦闘作画も期待してたんですけど、想像を超えてくるシーンもいくつかあったんで、これは毎は楽しませてもらってます。ジオクラクはスタイリッシュな柄と聖書をテーマとした深い世界観に一気に引き込まれるその作品なんで、アニメ界人気も出ていて嬉しいですね。こちらも来週の順位どうなっていくのか楽しみにしてます。そして第1位、天国大魔教。天国大魔教2週連続1位にランクインということで、終盤に入ってから天国大魔教めちゃくちゃ人気ですね。最新話もかなり面白くて一気に引き込まれました。先週は推しの子とジョークラクがランキング対象外だったんで、その影響もあったかなと思うんですけど、今回のランキングで2週連続1位になったということで、これは天国大魔教本物かなと思います。この作品は崩壊してしまった世界で壁に囲まれた施設と壁の外側の崩壊してしまった日本、この2つの世界のストーリーが並行して描かれる予測不可能な近未来 SF アドベンチャー、そういった作品になります。序盤の印象としては徐々に伏線が生えていくんで、謎は気になるところだとか、マルとキルコが廃墟を旅する、そういった世界観が好印象で、いろいろな観点で見えるのがこの作品の良さかなと思います。あとはアニメーションのクオリティがめちゃくちゃ高くて、アクションシーンなんかは迫力がすごくて見応えがあって良かったですね。この謎だらけの世界観とストーリー展開が魅力的に映る
作品ということで、毎週すごく楽しめていますし、終盤に入ってもストーリーは面白いんで、今後の展開も楽しみにしています。以上が世界で評価された春アニメランキングトップ10になりました。今期春アニメも終盤に入って、このランキングの上位作品も毎週入れ替わっていて面白いですね。終盤に入ってからは1位の作品もどんどん変わっているんで、今後どの作品が1位になるのかすごく楽しみです。皆さんの感想や好きな作品もあればコメント欄で教えてください。今後も世界評価ランキングの動画は毎週アップしていくんで、この動画だけはチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回の動画でしましょう。バイバイ。